こんばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日は、今は、ですね、電脳幻想会終わりまして、帰ってきた瞬間です。もう日付が変わろうとしてる頃なんですけどね、そのプラチナ食堂さんでね、終わった後で、いろんな人とたくさん動画撮ったんですけど、まあちょっと一人で落ち着いてね、ちょっと喋ろうかなと思ってカメラを回してます。ね。今日は本当にね、5組も出たんで、進行的にも結構ハードだったんですけど、でもそれでもね、みんな、強力なバンドばっかりだったんで、楽しんでもらえたんじゃないかなと思います。俺自身もね、やっててもよかったし、見ててもよかったし、で、終わってからみんなで喋っててもね、とても楽しい一日でした。本当にね、良かったなと思います。本当にね、今回はね、まさきくんが戻ってきてくれたんで、明けの狼で久々にできましたし、ね、なんとのベースもね、弾いてくれたんで、本当にね、良かったなと思います。なんか前に戻った感じがしてね、前にというか、まあ、あるべき姿に戻ったというかね、そんな感じもしますけども。まあ、とはいえね、まさきくんも結構ね、まだまだ忙しかったりするんで、まあ、せめて、なんとのベースは弾けるようにしておこうかなと思います。いつ何時ライブがあって入ってもね、とりあえずできるようにね、やっておきたいなと思います。あとは、形成陣、久しぶりに出てもらいました。俺自身はね、この間中之島祭り行った時ね、一緒にやりましたんで、まあ、久しぶりって感じはなかったんですけども、でも皆さんはね、久しぶりかなと思います。もう相変わらずの宇宙人っぷりで良かったですね。本当にね、まあ、ソロのねアーティストの中では、本当に一二を争うマブダチだと思ってますんで、ね、形成陣と、共にまた歩んでいきたいなと思います。はい。ほんでね、やっぱり中村りさちゃんがね、姫路からわざわざ来てくれたんですけど、まあ、今回はレコ発も兼ねるということでね、CD も、結構売れたようで、よかったです。ね、せっかく来てね、CD 売れなかったらね、ちょっと読んだ俺も申し訳ないなと思うんですけども。まあでもね、しっかりと CD も売れたみたいなんでね、よかったです。中村りさちゃんね、プラチナ食堂さんでもね、気に入ってもらえたようなので、結構メジャー、ね、メジャーが絡むようなね、イベントとか、また、出てくれるんじゃないかなと思ってます。まあ、本当に、早く、大きく羽ばたいて、有名になってほしいなと、思ってます。いや、本当にね。そしたら自慢できますからね。自分が有名になるよってね、そんな感じですけど。あ、ちょっと映りましたが。はい。これね、新しい、中村りさちゃんの T シャツです。ゲットしました。リスタート。その、今言ってたね、レコ発の新しい CD のタイトルがリスタートです。歌もね、リスタートっていう歌あったと思うんですけど、うん。本当にね、いい CD になってますから、皆さん買ってほしいなと思います。あと、まあ、俺自身は、まあそうですね、なんとも、明けの会も、今日は本当に楽しかったです。まあちょっと疲れが出て、もう目が細くなってしまってますけども。ね、本当にね、充実した一日だったかなと思います。うん。なんかこのライブの後の、ああ、終わったみたいな感じのね、この、気だるい感じ、静かな感じ。まあ、ライブ中がね、うるさいですからね。こうやって一人になって静かになった、この感覚。うん。まあ、これも、いいもんですね。まあ、でも本当にね、配信とかね、そういうの続いてたんですけど、ちゃんとお客さん入れてね、こう、ちゃんとライブやってってなるとね、この余韻も、また大きなものに、なってますね。うん。さあ、公約の CD ができてませんから。それはずっとね、気になってるんですけど。まあ CD を作って、俺もその CD を持って、また各地ライブ回ろうかなと思いますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。まあ、気長に待っといてください。すぐできないんで。まあそんな感じで、今日は楽しかったなっていう話でした。それではまた。
バイバイ。